見てください。ちょっと工藤春のリアクションはちょっと違ったんですけれども、まあ、パーティーということでスタッフさんがケーキを用意してくれました。じゃじゃーん、ねえ、こんな大きいイチゴ、あー美味しそう、とっても、ごめんなさいね、皆さん、私たちケーキを食べさせていただきます。やったでもしお近くにね、まあ、ケーキだったりお菓子だったりご飯がある方は一緒にパクパクしながらね、はい、見ていただければと思いますよ。ここからはエピソードオブロゼリア2ソングアイアムの公開を記念して視聴者の皆さんからのメールをご紹介していきたいなと思います。なるほど、ケーキを食べながらお祝いでね、紹介するね。じゃあ先食べてます。いただきます。お二人食べててください。はい、お名前ゆいさんです。ひらがなです。ありがとうございま す、こんばんロゼリア。こんばんロゼリア。約束を7回見ました。うん、ソングアイアムはまだ見れていませんが、何回も見るからこそ分かるところや初めて見た時では分からないようなシーンを見つけることが大好きです。うん、私が見て思ったことはアンプなどがすごく細かくて、うん、ライブシーンも綺麗で本当に感動しました。うん、私は約束のゆきなさんとリサ姉のちっちゃい頃のシーンがとても可愛くて大好きです。うん、工藤さん、中島さん、桜川さんのそれぞれ好きなシーンはありますか？ソングアイムはまだ見れてないですが、もうすぐで見るので本当に楽しみです。これからも大好きです。一生応援してます。ということで、中島さんどうしましたか？あの、もう半分なくなってますよ。早い、飲み物ですね。はい、いや今ね、大きい口開いてさあケーキ食べようと思ったらまさかの私が映ってあスイッチングしたスタッフさんと目が合いました。なんだっけ、いいですの、ご質問は、好きなシーン、約束のね、約束でもいいし、あ、ソングアイアム、まあ、ソングアイアム、まあ、ネタバレになっちゃうから約束にしようか。目口はライブ後に、ライブシーンの後にちょっと涙しちゃうメンバーのシーンかな。まあ、アコは最初からウルウルしてるんだけど、アコとリニアウルウルしてんだけど、メンバーはそこまでウルウルしてないの。でも目口、うん、泣いてんじゃないかな心はって勝手に思ってる。あ、うん、なるほどね、心は、そう、心は、そう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 、ケーキ超うめ、うまいね。エモいこと言った、エモいこと、エモいこと言った。約束の中での好きなシーンか、好きなシーン、うん、いや、いっぱいあるんだよな。わかる、全部だよ、全部、そう、全部なの。うん、何、どこにしようかな、迷うけど、こうなんか細かい演出で、うん、しれっとこう爪のね、うん、リサのネイルがこう、うん、バリバリにこう、ね、ネイルしてた頃から、うん、こうベースの練習に合わせてケアされてネイルしてないみたいなところが、うん、ちょっと個人的にはグッときたかな。こう大きく描かれてるわけじゃないんだけど、うん、細かいところで変化が出てたりとかするので、うん、そこは結構好きですね、私は。わかる。ドハルは、ね、ソングアイム一緒になっちゃった。危ない。あの、やっぱり、うん、最初の、うん、オーディションのシーンが好きなの。そもそもアコちゃんの時とリンコの時と。うん、それ初めて聞いて、教えて教えて。あ、本当に。うん、なんかすごい本当にメンバーを探してて結成を描いてるんだなって感じがして、うん、なんかさ、ずっとさ、もう今はさ、ガルパもそうだしアニメもそうだけど、もうずっと5人一緒じゃん、うん、でもなんかあのオーディションのシーンがすごい新鮮だったんだよね。あ、なんか原点感あるよね。そう、この間バンドリハでさ、ふざけてやったよね。やったやったよね。そうそう、めぐちがさ、突然さ、なんかロゼリアのことが好きだからメンバーに入れてもらえませんかみたいな。そう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 、ちょっと熱かったのもあって、うんうんうん、ちょっとこの曲は休憩させてくださいって言って、みんなのことをずっと見る一曲っていうのがあったのよ、うん、かっこよすぎて、でも本当弾いててくれてるだけでもう感謝と思って、忙しい中なんでこんなアップしてくれてんの。ロザリアかっこよすぎ、入りたい、演奏じゃじゃーん、皆さん私をロザリアに入れてください。かっこよすぎました、ロゼリアに入りたいんです。まだあなたのドラムの腕を見てるわけじゃないから、じゃあ叩いてもらうわ。わかりました、今からやる曲は
最速の曲みたいなそうね、あの時のね練習はね、そうだったね。今井さんはみたいな、宇田川さんの付き添いに来ただけですよね。そうちょっと映画の再現的な、そうそうそう、ね、うん、そうだよみたいな、メンディーも頑張るみたいなね、やりましたけど、うん、はい、じゃああれは楽しかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。